私の名前は馬目貴弘です。1967年福島県生まれです。陶芸を始めたきっかけは東京の陶芸教室に行ったのが始まりです。もともと彫刻を学んでいたので陶芸彫刻を作りたいと思い始めました。作品は小引きや三島という白化粧を使った器に興味を持って、そこから独自の変化をしていきました。鳥のモチーフや傷をつけたスクラッチの技法などを取り入れるようになりました。笠間の陶芸作品は作家が作った一点物だったりもしますが、皆さんには使って楽しんでほしいです。